ある日、イエス様は大勢の群衆に囲まれているときに、その中の一人は、先生、遺産を私にも分けるように兄弟に命じてくださいと願いました。イエス様はその願いにお断りになりましたが、そのきっかけで、貪欲についてお話になりました。注意して、あらゆる貪欲から身を守りなさい。人の命は持っている財産の高によるものではないのだから。と、イエス様はおっしゃいました。それからイエス様は、貪欲の愚かさを強調するために、次の例え話を述べられました。ある金持ちが言った。畑が豊かに実ったので、その人は心の中でどうしようか。作物をしまっておくところもないのだ。と思い巡らしてこう言った。そうだ。蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て。そこに穀物や財産を全部しまっておこう。そして自分自身に言おう。お前は長い歳月を過ごせるだけ、良いものをたくさん蓄えている。さあ休んで、食べたり飲んだりして、楽しめ、と。しかし、神様は、その人に、愚か者、今夜、お前の命は取り上げられる。そしたら、お前が蓄えたものは一体誰のものになるのか、と仰せになった。自分のために宝を蓄えても、神の前に宝を蓄えないものは、このようなものである。と、イエス様はおっしゃいました。イエス様の見教えによりますと、人が自分のためだけに財産を蓄えても、いつかはそれを全部失ってしまいますが、神様の御前に宝を蓄えると、それは永遠に残ります。ではどういうふうにして、神様の御前に宝を蓄えることができるでしょうか。それは、イエス様が後でおっしゃったように、自分の持ち物が人々に役立てることによってのみ、神様の御前に宝を蓄えることができるのです。ですからイエス様は後で、あなたたちの持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、また尽きることのない宝を天に積みなさい。そこには泥棒も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなたたちの宝のあるところに、あなたたちの心もあるからである。とおっしゃいました。